はい、おはようございます。冒頭三元の発言が大事に入ります。まず一つは本日の閣議において昨日まとめられた教育再生実行会議の高等学校教育と大学教育との接続、大学入学者選抜の在り方について第4次提言、この報告をいたしました。私から提言の概要を説明するとともに、提言の着実な実行に全力を挙げて取り組んでいく旨を述べました。総理からはこの提言は高等教育、大学教育、大学入試の3者を一体的に改革するものであり、小学校から大学までの教育全体を変えていくことにもつながるものであるとのご発言があり、今後私を中心として文科大臣を中心として、国民に対してしっかりと説明を行いながら進めるよう指示がございました。グローバル化、少子高齢化が進み、人材の質を高めることが急務となる中、大学教育及び高校以下の教育を共に変えていくためにも、大学入学者選抜の改革を着実に実行していくことが極めて重要であると考えています。本提言を踏まえて早速中央教育審議会において制度の具体化に向けた審議を開始していただき、改革の実現に取り組んでいきたいと考えております。それから2点目でありますけれども、モニーツ米国エネルギー長官との会談についてであります。昨日31日、来日中のモニーツ米国エネルギー省長官と会談を行い、日米の科学技術協力についての意見交換を行いました。このうち原子力分野における協力に関し、原子力損害の補完的保障に関する条約 CSC 条約については昨日プレスリリースでお知らせした通り、我が国としても締結に向けた作業を行う方針について説明し、今後詳細な調整を両国で進めていくことで一致いたしました。またこのほかに ITER 計画における協力、高エネルギー物質学研究、環境分野の研究および革新的イノベーション創出プログラム COI を通じた協力と幅広い分野の研究開発において科学技術イノベーションの創出に向け、日米がウィンウィンの協力関係を築いていくことについて合意がありました。もう一件でありますけれども、留学促進キャンペーン飛び立て留学ジャパンのテイクオフイベントについてであります。先般文部科学省において留学促進キャンペーン飛び立て留学ジャパンのロゴキャッチフレーズについて賛同者とともに発表し、若者の留学に対する関心を高める国民キャンペーンを開始したところであります。このキャンペーンの初のイベントとして11月4日に羽田空港国際線ターミナルにおいてテイクオフイベントを行うことにいたしました。このイベントでは賛同者や民間企業の無償協力により経済界をはじめ教育、学術、スポーツ、文化の各分野において第一線でご活躍いただく方々とともに、学生代表と留学の意義について熱く語る場所を設定したものであります。特に今回は飛び立てイメージを広く持っていただくため、日本航空、全日空、羽田空港、旅行業界など多くの企業の全面的な協力のもと、若者をはじめとして日本全体が世界に融資するというシナリオを
用意させていただきたい、いただいており、多くの方々に留学の魅力を訴えていきたいと思っております。また、この場で安倍総理からのメッセージも披露させていただく予定です。今回参加いただく方々は、公募による学生、約85名、またオリンピック招致活動で海外で大きな活躍をされたメンバーである滝川クリステル、太田裕樹、佐藤真美、それぞれの皆さんに、参加をしていただく予定であり、海外での活動の魅力を熟知した先輩から後輩となる若者へ、留学魅力という助けを渡すこととしております。一人でも多くの若者が海外へ踏み出す勇気を持つことができるよう社会全体で応援していきたいと考えており、本キャンペーンやイベントについてのご理解とご協力をお願いしたいと思います。私の方からは以上です。幹事社産経新聞より2点お願いします、はい。国宝や重要文化財について約100点が所在不明となっているとして、文化庁は本日付で全国の都道府県教委に対して所在確認をの依頼をすると発表しました。文化財については文化財保護法で所有者や所在地の変更には届け出が義務付けられているにもかかわらず、こうした事態が起こっていることについて、国として今後保護管理にどういった手立てが講じられるのか、大臣の所見をお願いいたします。2点目は教育再生に関して、民間の立場からサポートするという団体が先日大臣に10個の提言を提出したと思います。その中には、イギリスの、保守党政権がかつて取ったあの教育水準局の設置という、その日本版のものを設置したらどうかという独創的な提言もありましたが、民間からこういった声が出ていることについての大臣の意見をお願いします。以上2点です。はい。まずあの国を含む国の文化財が各地で行方不明になっているという件でありますけれども、文化財保護法上重要文化財の所有者や所在が変更した場合には文化庁長官に届け出る義務がありますが、その届け出がなされずに所在不明の重要文化財があることがあるということは大変に遺憾に思います。すでに文化庁長官が発表しているように、本日付で各都道府県教育委員会に対し、今回 NHK が指摘した重要文化財の所在確認を緊急に依頼し、それに加え速やかにその他すべての重要文化財の所在を確認することといたしました。これにより重要文化財の所在地や所有者が現在の届出と異なる場合には、速やかに修正の届出を提出するよう求めていきたいと考えております。またこれに加え、文化財保護法に基づく届出を着実に行っていただくよう、所有者への啓発と今後の重要文化財の定期的な確認方法について検討していきたいと考えております。それからもう一つは、民間の教育再生を進める全国連絡協議会が30日に道徳教育の推進、小学校への懲戒、小中学生への懲戒処分など教育再生に向けた10の提言を取りまとめ、私に施行をしてもらいました。これらの課題については教育再生実行会議からも提言をいただくなどしているところであり、引き続き今回の提言も参考にしながら、改正教育基本法に基づき我が国の最重要課題である教育改革の推進に全力で取り組んでいきたいと考えております。各社さんどうぞ。はい、NHK 田尻です。先ほど終わりました文化財の問題ですけれども、一つはまあ子供の確認という確認方法ということを検討したいということですけれども、まあ、具体的にどんなイメージを持っていらっしゃるか、また今回その困窮した寺がまあ維持をしきれないであるとか、寺などがですね、文化財を持っている寺などが困窮して維持しきれないとか、もしくは転売だとか盗難といったさまざまな問題、文化財を巡ってやってまいりましたけれども、そうした点、今後どのような対策を考えていらっしゃるか。
はい、まあ、特に今回あの重要美術品と思われる物件が、まあ、すでに中国に持ち出されてオークションに出品され落札されたと、まあ、いうことが、まあ、あったわけでもございます。あの今後この美術品市場をインターネットなど活用して随時確認するなど、まあ、重要美術品の無許可での輸出防止にも努めて、参りたいと思いますし、また、まあ、所有者に対しては輸出許可など必要な手続きについて周知徹底をしていきたいと思いますが、まあ、そもそもこの重要文化財 の、 あの所有者やあの所在が変更したときには必ず届け出るというですね、基本的なことが義務として守られていなかったと、まあ、いうことにも問題があるというふうに思いますし、この重要文化財はそこの所有者だけのものではなく、我が国における財産でもありますから、今後あの文化庁を通じてですね、文化財保護等よりあの徹底を図ることによって貴重な重要文化財がしっかり守られるような体制を取っていきたいと思います。すいません、はいはい、読売新聞なんですが、はい、教育再生会議が提言された制度テストについて伺いたいんですが、十分な出資をということなんですが、大体導入の目処としましてはどれぐらい先を見込まれて見込んでおられるのかということと、出題形式現行のマークシートだと思うんですけれども、思考力を見ると、選択試験 の、 あの出題方式がマークシートだと思うんですが、例えばその思考力やあの言語能力などを見るために、今後はあのマークシートの方式を変更される意向があるのかの2点について伺いたいんです。はい、大学入学試験を変えるということは、これは大学教育やあの高校以下の教育にも大きくあの影響する、特に我が国における教育においては大学入学試験の位置づけがあの高校以下の教育に、直接影響するという、まあ、大変な、まあ、制度設計に関係することになってまいりますので、今の高校生にはあの該当変更該当はしない、まあ、少なくともあの今後中教審の議論等とそれから国民の皆さんに対する制度設計した後の事前の周知徹底等を考えると、まあ、5、6年先の話になってくるというふうに思います。導入についてはですね、その中であのマークシート方式をどんな形でやるかどうかということについては、これはあの詳細はあの中教審等であの議論をしていただきながら、まあ、少なくともあの記憶暗記中心の学力一辺倒をさらに追認するような形でのあの入学試験でない形について、まあ、検討していただきたいと思っています。あと1問でお願いします。はい、朝日新聞ですけれども、美術の日程で大きな問題が行われたということが分かったんですけれども、所見を伺いたいのと、はい、あとあの総理大臣賞と文部科学大臣賞の日程の中で記憶選考賞なんですけれども、今回初めてですね、選考されないというようなことになったんですけれども、政府としても、まあ、こういう事態を受けてそういった賞を出せないというような意向を扱いしたんでしょうか。どういう意見をそれはい、ご指摘の日展、あの公益社団法人により運営される我が国最大の総合美術展であり、その審査の公正さに関わる報道が行われていることについては、文部科学省として重く受け止める必要があると思います。私も今日この日展のですね、開会式に文科大臣として初めて出席をする予定でしたが、まあ、今回のことが報道されましたので出席は取りやめました。日展では昨日外部の委員も含めた調査委員会を設置し活動を開始したと聞いております。またそのもとに弁護士などすべて外部のもので構成される作業チームを設置し、具体的な事実関係を調査する予定だと聞いております。今後、弁護士等の第三者による調査体制を整え、
スピード感を持って対応することが必要であると考えており、文部科学省としても今月中には調査結果をまとめるよう促してまいりたいというふうに思います。また文部科学省においてはこれまで日程に対し展覧会への講演、文科大臣賞の付与、総理大臣賞の付与もそうでしたけども、および受賞者への副賞賞金の支給、それから、開会式での祝辞は文化庁長官等事務方でしたが行ってきておりました。で、今年度については講演および文部科学大臣賞副賞の付与について日展から辞退の申し出があったところであるが、文部科学省としてもですね、今回の事態を重く受け止めており、今後の支援の在り方については調査委員会の調査報告を踏まえて判断をしていきたいと思っておりますが、これは一つの分野ですけれども、他の分野もですね同様のことがあるのかどうかも含めて文部科学省としてはですね、しっかりと今回の第三者委員会を含めた日展の内部調査についてですね注視をしながら、場合によっては指導していきたいと思っております。いかがですか、向こうの自粛ってことなんですけれども、政府から今回ちょっと増やしたいような説明を伝えたらどうなるんでしょうか。自粛もしてきましたし、政府側からも出せないということで判断をいたしました。今回の調査は他の分野についても、はい、今回の調査は書だけではなくて他の分野についても言ってます。いや、今回は指摘された分野についての第三者委員会の調査だと思いますが、私としてはですね、それとはまた別にその調査結果が上がってきた後の判断も踏まえて、場合によっては他の分野も調べてもらう必要があるかもしれないという感想を今持っています。すいません、委員会ございますので、じゃああと一つだけ。すみません、はい、TBS ですけども、昨日参議院の山本太郎議員がですね、天皇陛下に、手紙を渡すというふうなことがありました。文部科学省で直接関係ありませんから、ちょっとお答えできる範囲で。議員辞職問だと思いますね。これをもし認めればですね、いろんな行事に天皇陛下に対してですね、そういう手紙をお渡しするということを認めることになります。まさに政治利用そのもので、昔田中正造、これはもう歴史の教科書にも載っているぐらいですね、議員を辞めて直訴して、それで大問題になったということに匹敵するようなことだと思いますから、こういうことをですね安易に看過するということがあってはならないと思います。参議院の方で、判断されることだというふうに思いますが、非常に重いことだと思いますね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。